こんにちは、ウッキーです。先週は自作 PC 第2弾として家具デザインのような PC ケースをレビューさせていただきましたが、今回はいよいよそのケースに導入する各パーツをウッキーがいつも購入しているワンズに行きまして、大体の主要パーツは揃いましたので、選んだ理由などを順次開封しながら解説していきたいので、早速カメラを切り替えたいと思います。ではまず CPU から開封します。今回はインテルの Core i7-8700K、 こちらにしました。最近ね、発売しました40周年記念版のね CPU、 5GHz まで昇圧された i7-8086K っていうのもね気になりますけど、予算オーバーのこともあり、ちょっとぐっとこらえました。それにしてもね、この6コアで4万円という価格はね、ありがたいですけどね。取説みたいのが入っていまして、なんかステッカーがね、ついています。はい、本体は、こちらですね。はい、開けてみました。中を取り出すと、このような感じです。綺麗な石ですね、はい、背面はこんな感じです。無数のチップが埋まり込まれていますけれどもね、今回はね、省電力も考えてグラフィックボードを載せない選定ですから、 CPU 内蔵のこのね、ウルトラ HD4K 対応グラフィックスがね、実際どれくらいの性能があるのか楽しみにしているところです。そしてこのクマさんグリスも今回購入しています。前回もね、同じものを使用したものを今回も使用します。次はメモリーです。前回の第1弾の自作でも採用して LED の照明がつば抜けて綺麗だったので、今回もこの G スキルのトライデンズ Z RGB にしました。最近までこのメモリーにはなぜかこの2666がなかったのですが、最近ラインナップに下りまして、今回は 8GB の2枚にしています。ちょっと開けてみたいと思います。今回ね、ケースには、トップカバーに無数の放熱穴があるので、そこから漏れる光が綺麗かなと思ってセレクトしています。開けてみますと、まずステッカーですね、 G スキルのステッカーにメモリー本体です。この上がね、綺麗に光りますからね、このような感じとなっています。はい、メモリはこんなところですね。はい、そして次はストレージです。今回はウエスタンデジタルサンディスクから新発売された M.2 の SSD で、最終的にはね、このサンディスクのエクストリームプロ 500GB にしました。このパッケージには5年間限定保証っていうのと、この最大読み出し速度が 3400MB、 書き込みも 2500MB と最高性能の部類です。ちょっと開けてみたいと思います。はい、中身を取り出すとこんな感じですね。取説がありまして、開けてみますとこんな感じです。ちっちゃいですね、相変わらず。後ろ何にもないですね。すっごいツルッツルな感じで、今回のこの一番小さなね、ミニ ITX のマザーボードでも搭載できてね、実測値がどれくらいなのか、ベンチマークも期待したいところです。では次は電源です。今回の場合はケースが薄いので、通常の大きさの電源とは違う SFX 電源を購入しています。小さい電源ですね。コルセアの SF600W を選びました。同社では SF450W もありますし、今回の用途では少ない方のワット数でもこと足りますが、600W にした理由は、消費電力 120W 以下だとそもそも冷却ファンが動かないので、アイドル状態だと静かなのと、負荷をかけて回り始めてもウルトラノイズファンと書かれているので、静音性が高いことと、将来的にもしかしたらですけども消費電力が高そうなグラフィックボードを追加で載せた場合にでも対応できると考えたからです。
はい、中身を開けてみますと、このような感じで、まず取説が出てきました。大きいですね。日本語あるのでしょうか。日本語ありましたね。一番後ろの方です。このような感じです。先ほどアイドル状態だとファンが回らないって言ってたのは、ここのことですね。20% まではファンが回りません。はい、すべての内容物を取り出してみたいと思います。まずタイラップにネジ、そしてこのエンブレムですね。コルセアのエンブレムと AC ケーブル、そしてケーブル類ですね。ケーブル類が入っている袋に、本体がこちらですね。うわぁ、すごい小さい。これが本体ですよ。本体から先見ましょうか。はい、オープンです。おお、小さい。なんとこのコンパクトな電源、こんな感じですよ。600ワット。びっくりするぐらい小さいんですけどね。はい、このような感じで全てのケーブルが脱着できる状態になっています。あとこちら、こういうの感じですね。このファンがボディいっぱいまでありますから、静音性が高そうなのが納得できます。はい、本体はこのような感じで、あとケーブル類ですね。ケーブル類はこちらです。はい、ケーブル類は全てこのような感じになっています。今回ウッキーが使用するのは、まずこのメインの24ピン、これですね。これと CPU のケーブル、この CPU のケーブルと、これは違うな、こっちですね、SATA電源ケーブル、この3つを使用します。おそらくこれ、これ、これは使用しないですね、今回に関しては。これはグラフィックボードに行くケーブルですね。はい、このような感じになっています。3つだけ使用します、今回は。では最後に、今回最終的にセレクトしたこのミニ ITX のマザーボードをお見せします。それがこちらですね。 GB の Z370 Wi-Fi にしました。なぜこれにしたかと言いますと、この製品がオンボードグラフィックスの HDMI、 ここですね、ここです、 2.0 で最大 4096×2160 の 60Hz でHDCP の 2.2 および HDR に完全に対応しているからです。今回の PC も、前回と同じで、モニターは UKL を使用しますから、その高画質モニターを余すことなく別ボード使用せずに表示できるので期待しています。開けてみますと、何やら取り付け、そうですね、ピンを折らないでくださいっていうようなと、まずメインボードですね。で、こちらを開けてみますと、SATA ケーブル。で、ディスク、ドライバーディスクですね。で、何やら、取説の一部と、IO パネルですね。で、ネジ類に、Wi-Fi。これ Wi-Fi アンテナです。で、取説入っていますね。これはすべて日本語だと思います。なんか便利いいですね、これ本当に。はい、すべて日本語の表記となっています。はい、ではメインボードも袋から取り出してみたいと思います。はい、このような感じです。非常にコンパクトですね。ほとんど正方形という感じでしょうか。前景を見るとこのような感じです。まず端子類から見ていきたいと思います。まずこの USB3.1 ですかね。
4つあります。そして HDMI2.0、 ここが 4K 出力ですね、が1つに普通の HDMI、 そしてディスプレイポート、そして LAN ですね。でこちらは USB3.1 の C タイプですかね、1つありまして、また LAN があって、 USB3.1 かな、 3.0 か 3.1 で Wi-Fi でオーディオとなっています。ここの中に Wi-Fi と Bluetooth も入っていると思うんですけどね、 Bluetooth は 4.2 です。そしてこちらがフロントオーディオ用の端子ですね、ジャックです。で CPU を載せるところがあって M.2 で PCI Express ソケットで、またちょっと回転しますと LED のテープなどを光らせる端子がこちらですね。でこの奥の白いところ、ここは USB の 2.0、 で手前が 3.0 ですね。ケース本体の USB3.0 とつなげるところです。で SATA が4つありまして、エラーなどを知らせるスピーカーの端子がこの手前4本のところですね。でこの奥の白いところ、ここはケース本体から連動させるメインスイッチや LED アクセスランプなどを挿す場所で、こちらがメイン電源の24ピンです。でここがメモリーを2本挿すところですね。でまた回転させまして、でこちらがシステムファンが2つですね、挿すところがあって、 CPU のファンです。これいまいちちょっと分かってないですけど、これは CPU の電源ですね。そのような感じになっています。これだけ小さな基板なので、 USB の端子をね全部合計すると 2.0 も合わせたら、なんと全部で11個もあります。本当に盛りだくさんですよね。でも助かります。これだけあればね、何かが不具合が出たとしても、今使用している PC のように全部使えなくなる、最悪の事態は免れそうです。あと CPU クーラーに関しては、これが欲しいのですが、まだ発売されていないので、それまではインテル純正を使用することにします。全部の開封が終わりましたので、またカメラを切り替えたいと思います。はい、今回は全てのパーツを開封して、それらの特徴や選んだ理由などを解説しました。ちょっと PC ケースの金額が予想していた額より高かったので、総額15万円は超えたのですが、これから常用機として末永く使うものなので、よしとしたいと思います。ご参考にしていただけましたら幸いです。次の動画ではいよいよ今回開封しましたパーツを PC ケースに実装し組み立てていきますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。